今カンパチ杉並ですね。3キロか目的地まで。この間ねヘルメットのお店でヘルメットを買ったんですよ。でも俺身長がでかい分頭も普通にでかくてですね、顔とか頭もでかいんですよ残念ながら。ヘルメットはね、バイクのヘルメットがいつももう全然ダメで、なんですかね、頭の形がどうやら変みたいなんですよ。日本人向けのヘルメットだと日本人っぽいくない頭の形してるらしくて、欧米系の頭っていうんですか、なんか日本人は横に広いらしいんですけど、欧米系の人はこう縦とか後ろとか縦とかこういう縦長系っていうんですからしいんですけど、そっちのヘルメットだと若干まだマシなんです。それでもでかいサイズですよ。ヘルメットね、フリーサイズって言うとだいたい58センチとか60センチとかなんですよ。で、一般的な男性はそれでだいたいね頭入ると思うんですけど、俺はやっぱりね頭がでかいんですよ。まあ、身長もでかいっていうのを言い訳にできるんでまだありがたいんですけど、身長が結構日本人としたらだいぶでかい方なんで、基本的に日々生活してて俺よりでかい日本人に会うことがほぼないから、まあ多少ね頭がでかくてもね、パッと見はね体のバランスに比例してる風、どうなんだろう、体からしても大きいのか分かんないですけどヘルメット入んないんですよ。でヘルメットってね L とか XL とかあって、 XL だと61センチ62センチまで入りのサイズですと、頭の外周がね、頭の一番広いところの直径が。で XXL とかだと63とか64とかかな、分かんないけど。で普通店舗に置いてあるのはせいぜい XL ぐらいなんですよ。で XL だと61とか62、61センチ未満とか62センチ未満っていうのがだいたい XL だと思うんで、メーカーによってねそのサイズも違う、同じサイズでも全然違うんですけど、形がしっくりくるサイズがね。で XL でも入んないんですよ。横は入るんだけど縦が入っていかない、キノコ頭みたいになっちゃう、こうすっぽり入んないんですよ。途中で止まっちゃうっていうかそれが何とも情けないっていうか、もう試着する時も全く入ってこないから、下に横を入れてもこうぐっ途中で全然入ってこないから、それにいつも苦しめられてるっていうか、まともにこう、あ、ここでたい、この Google マップのね裏道使いたがり、これが頭の形だとしたらここが入るんですよ。こうだけど ここでもう止まっちゃうっていうか、こう入ってこない、ここでこんなになってたヘルメットがいやいやいやみたいなキノコみたいな。で俺はどんだけ頭でかいんだと思って、もう怖いじゃないですか。試着しても全然入ってこないから、それを見られたら恥ずかしいからヘルメットで触らないようにしてるんですよ、バイク用品店とかでね。どうせ入んないべって知ってるからって、もう持っただけで分かる、あ入んないねって。横も入ってないのか分かんないけど、とにかく入ってこないんですよ、かぶれないの下まで。で XXL とかもあるんですよ。それはなんか63とか4とかね。でもそれをかぶってもやっぱ入ってこないんですよ。マジでと思うじゃないですか。まあ身長的には XXL とかもっと上かもしれないんですけど、日本人からするとね。で今までだからもう怖いから触らなかったんですけど、前にね外国のヘルメットをちょっとかぶってみたんですよ。そしたら割と入ってきたんですよ。 XL か XXL か分かんないけど、 XL だったかな。俺いけんじゃないのと思って、あじゃあやっぱ俺頭の形がちょっと変なんだと思って、でそのサイズ調整とかをしてくれるヘルメット屋さんがあるんで、そこに行ってみて測ってもらったんですね。そしたら61センチだと、まあ普通にでかいんですけど、恥ずかしながら61センチも頭の外周があるんですけども、まあでも61センチなんだって俺はびっくりして、あそうなのって、もっとでかいのかと思ったんですよ。だって XXL でも入んないから。でも61センチなのに63センチ未満とかのヘルメットが入ってこないってことは、やっぱり頭の形が合ってないってことなんで、参ったなと。ってことはやっぱりサイズ調整し、中のね内装をリペアしてサイズ調整してくれるヘルメット屋さんに行こうと思って、昔からねちょっと憧れてたヘルメット屋さんについに行こうかなと思って
今まではそのお店のことはもちろん知ってたんだけど、ずっとね、憧れたままで、でもな高いしなとか、そこに行ってなんか頭でかい感じになったら恥ずかしいなとかあって行かなかったんですけど、ついにねもうタイミング今だろうと思ってちょっと行ってみたんだ。そしたらまあ接客はね悪くはないけど、俺は好きじゃないけど、あの接客はでもまあ悪くない接客で、ちょっとうざったい感じの接客だったけどね、そこで見てもらって全然大丈夫ですよ。俺よりもっと頭がでかい人でも内装をねサイズ調整できるんで被れるようになりますと。ただそのサイズ調整したり内装をやったりする時間が必要なんで、納期に大体まあ 2,3 週間かかるで、多めに1ヶ月見てもらっていますと。あ、そうですかっつって、終わりましたみたいな、取りに行けなくてやっと今日取りに行ける日が訪れるなっていう感じ、来た来た来たと思って。ヴィンテージヘルメットですね、ここですね。まあだからね、普通にあのサイズが被れる人は普通に市販のねその辺で売ってるやつを被った方がいいです。絶対その辺で売ってるやつ全然頭が入ってこない、逆に危なかったら頭痛くなっちゃったりするんで、サイズ調整してくれるお店でね買うっていうのも手なんじゃないかなって思いますけどね。今そこに何か止まってるね。買ったやつです。でもあんまり細かい説明はしないです。まあ、ゴーグルも好きなんで良かったです。ちょっとねここがねオープンしてる部分がでかいんで鼻とかちょっと出てますけどね。SW1 にはちょっと合わないかなどうかな。あ、そうそう、今日ちょっとね表参道行くんで中折ハット、スバヒロハットですね。コテコテに合わすよりはちょっと外してる方が好きなんで、これで GL 乗ったりしようかなと思ってます。まあゴーグルもね、他のゴーグルもいろいろつけていこうかなと思います。ゴーグル俺家に 1,2,3,3つかな、今は4つ、うん、1個捨てたか。今ゴーグル家に3つあるんで、いや軽いっすね。今まで使ってるのがもらい物の重たい安いヘルメットだったんですけど、ジェットヘルメットね、ヘルメットの代金が店に並んでるヘルメットついてるんですけど、それはもうリペアとか内装のサイズ調整の値段も全部ともう込みの値段で、店頭に置いてある値段がその値段になってるんで、値札以上にかかるところは基本的にはないみたいです。ジェットヘルメットもねそのうち買いたいんだけど、もちろんその辺の市販で売ってるやつでサイズが合えばね、本当はそっちかぶりたいんですけどね、多分ないかなって残念ながらね、この身長に比例して頭が出なくなってしまったんでね、悲しい現実として。足もでかいしね、顔もでかいし、手もでかいし、指も長いし、まあ苦労するのは今に始まったわけじゃないからね、昔から何前からずっともう苦労してるんで、こういうのはやっぱサイズが合ってないと危ないんで、これを機にね、またちょっとすぐには買えないんですけど、また買おうかなって思ってます。白バイがかっ飛んでったよ、恐ろしいよ。もうパトカーは何なの。そういうことか、あの青の洞窟ってやつか、あの渋谷の渋谷界隈のこの辺を青い洞窟に、すげえ、あそれで混んでんのね、なんでこんな混んでんだろうと思ったら、すげえな青の洞窟、行っちゃう。でもね全部開いてないんだよ駐車場が。
中目黒でやってたあの青の洞窟、渋谷になったんですよね。そういえばね、中目でやった時はすごい渋滞が引き起こして大変だったみたいな。イルミネーションからのイルミネーション、神宮前ですね。一番表参道と原宿のドンとしたところ。バイクどこ止めようかな。ちょっと表参道で行かなきゃいけないところがあるんで、なんかテレビやわかんない、なんかやってんな、なんかロケしてますね。恋人するのは誰みたいなやってますよくだらね。 GL500 っていうものを買うとも思わなかったんで。お、サンタクロースだ。おー、いいね、サンタクロース。サンタクロース、サンタクロースの後ろにいるか。俺もサンタクロースみたい。クリスマスツーリングの始まりです。シャン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 。前のバイクのトナカイはどこのメーカーだろう。やっぱホンダかな。俺スズキだけど。やっぱトナカイはホンダが一番いいんじゃないですか。丈夫だし。なんか手振ってんだけど、じゃあ俺も手振っとこう普段着、俺だけ普段着だけど手振るってよくわかんない行動になってる表参道ですよ。表参道、昔はね、一時期このイルミネーションなしになったんですよね。渋滞とかいろいろあって問題が、あの酔っ払いとかいろいろ問題が生じてだけどまた表参道のこのイルミネーション復活したってことでね、来たらいいんじゃない。クソが、まあ、俺は彼女いた時もまあありますけど、今現在いませんからね。きっとクリスマスは、まあ、クリスマス仕事だからね、どっちみちね。一番忙しい時だからね、クリスマスはね。誰も見てなくね、手振ってるけど、別にこれを撮りたくて来たわけじゃないんですよ。わざわざこんなの撮りに来ないよ。見て見て、超反射してる。一応ね、こう二輪二輪二輪ってね、車用のこういうコインパークにバイクを止めたって別に何ら違法でも何でもないんだけど、まあ1時間300円とかね、車用の料金払えば別に問題ないんですけど、せっかくこうやってね、二輪車のわずかな隙間をね、表参道のわざわざこう隙間を使って二輪車用にね作ってくれてるんで、ちょっとした利用だったらすごく便利なんで、せっかく用意してくれたものを使おうっていう。何の話してんだっけ、忘れちゃったよもう。あ、今日もピンク、そう、こんな感じ。ピンクマフラーと靴が、いでいで、体硬いんだよ俺。靴が最近履くことを自分に許可したナイキソックス、こんな感じです。でもこういうところでしか得られないエネルギーっていうものがあるのも事実なんですよね。やっぱたまには来ないといけないですね。とりあえず渋谷駅、まあ10分ぐらいかなんですけど、渋谷駅行ってちょっと帰ります。もう夜8時半なんで、今ビッグカメラ行って帰る。